特定政党デジタルコーディネート党の参議院議員浜田聡議員でございます。皆様、国会中継ではお忘れかと思いますが、どうぞどうぞ本当にお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。お疲れ様です。それでは浜田議員、よろしくお願いいたします。愛知の参議院議員の方でございます。まず、テーマのスタートされていきましょう。はい、南道国立大臣選挙が現実性を、フォアーそして、政治家女子もう一度通れ、よろしくお願いします。はい、すみません、知らない方には、我々 NHK 党、そして政治家の公認の合同での演説をさせていただいております。本日ですね、公認で防止選挙後半戦選挙戦最終日でございます。毎日使えるのが、20日までということで、こういった最後の第5号をさせていただいております。ということで、今回ですね、港区議会選挙、もう本当に候補者の方が多くて、しかも57名、定数もね、定数が34ということで、本当に激戦というところで、私、いろいろと回ってきましたけど、競争率で一番高いかもしれませんね。はい、いや本当にお疲れ様でございますね。この地方選挙もそうなんですけれど、女性候補結構強いんですけど、その中で女性候補4割、恐ろしい数字でございます。はい、そんな中ね、花子で NHK 党、そして北野市の特定都合では深瀬芳野さんの挑戦をしていただいております。まずはですね、お二人挑戦いただきましたことを、どうも本当にお疲れ様でございます。そしてありがとうございます。なかなかでね、政党であったり政治団体候補者がいないと、話にならないというところもありますし、候補者ってすごく大事になるんですね。その中、NHK 党ということで、しかも政治家女子公認党と、やっぱり一般的に新しい、政治団体政党ということで、なかなか独自の思いますし、怪しいと思われる方もいると思いますが、やっていることは、我々、至って真面目にしていると思います。おかげさまで、私も国会の方で、この議会をいただきまして、それなりにご評価いただいているとは思います。おかげさまで街を歩いても声かけいただくことが本当に多くなりました。はい、ことを興味持っていただいていることは本当に必要だと思います。はい、ありがとうございます。それもですね、いろいろと支えてくださっている皆様がいるおかげでございます。もちろん上野早子さんに深瀬芳野さんも、この後ですね、ぜひ港区議会に上がっていただいてですね、地方議員として、本当に活躍していただきたいと思います。もう本当に、ちょっとね、内輪の事情になるのも知れませんが、今回ね、我々 NHK 党、そして NHK から国民を守ると、これいつでも政治団体なんですけれど、で政治家と公認党は国政政党でございます。こんな感じで3つのですね、政党政治団体が言い混じった非常に複雑な、組織となっておりますが、本当にね、そんな中我々の活動、多くの方が今回の統一地方選挙を立候補していただいております。4年前の統一地方選挙後半戦は、候補者数46名だったんですけれど、今回はですね、4年になって今回は全国82名ということで、本格多くの方立候補いただきました。ぜひともですね、多くの方に、当選いただきたいと思っております。我々の、戦い方法、これ従来の戦い方法としてはですね、地方議会の選挙、一つの選挙に、候補者一人という形だったんですけれど、ちょっと今回はですね、
下に候補者が出ているということも、まあ、ありますね、はい。まあ、特に、ね、我々もね、観光だと、はい、港区だと、はい、田上さんと深瀬さん、2人が、ね、出ていただいているということで、はい、もしかすると、我々の支持者の方にとっては、どう投票すればいいんだという迷いの方もいると思います。まあ、そんな中、私も非常に応援する際に苦労しております。それともですね、はい、はい、港区おじさんと港区女子、はい、もう私も、もう投票者の応援でございます。こちら、こういう手がけて、けど、まあ、できればね、私としては、どちらかのね、もう他の候補じゃなく、このお二人、どちらかに立候補、ご投票いただきたいと思います。まあ、本当にね、もう、まあ、そういう意味ではですね、候補の中で、一つのね、選挙に2人、候補者が、ね、来ていただくと、NHK と、あるいは NHK から国民を守るの候補者がいるということで、まあ、なかなか、非常に難しい。応援するのもね、なかなか、正直、うちはネタではございますが、本当に複雑な状況でありますが、まあ、そんな中ですね、はい、今回、港区の方は合同で、はい、代表演説されているということで、まあ、これもね、おそらく田上さんがですね、主導的に、まあ、されていくんじゃないかと。はい、いやいや、本当にね、私もね、田上さんから、ご依頼いただいて応援ね、させていただいたんですけれど、あのね、同じにしっかりと深瀬さんも来ていただいて、はい、はい、はい、まあ、まあ、本当にそういう意味ではですね、まあ、田上さん、非常にいい人だと思います。はい、はい、もうね、はい、まあ、人間関係の調整というのが、本当に上手そうな、はい、感じがしておりまして、まあ、私たちですね、国会の方では、私、浜田が参議院議員で、もう一人、ね、おります、斉藤健一郎というのが参議院議員として、ガーシー議員の言葉として、活動させていただいております。はい、で、まあ、田上さんがね、斉藤議員とは、もう昔から知り合いだったと申しております。で、知り合ったのがアメリカということで、まあ、ニューヨークだということで、まあ、お二人とも。私も、まあ、そうなんですね。ニューヨークマラソンで知り合いになったということで、はい、まあ、はい、まあ、非常に、まあ、そういう意味では昔から、我々は、何らかの形で、まあ、縁があったということだと思います。で、田上さんは、経営を、まあ、されているということで、はい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 。受け入れるところを受け入れて、まあ
あまり、ね、あの単なる誹謗中傷は、まあ、基本的に無視をするという形で、なんだかんだで、はい、うまくできていくと思います。ということで、まあ、ぜひともですね、まあ、今回、北朝鮮国防省と、そして、まあ、候補者が2人で、どちらに投票するか、本当に迷うところだと思いますが、まあ、ぜひですね、どちらかにご投票いただきたいと思っております。本当にありがとうございます。ということで、まあ、ポスターで、もう2人とも、まあ、選挙の準備は万全ということで、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、改めましてですね、はい、我々の活動にご賛同いただいたいただいて、今後、各国選挙があると思いますし、まあ、国会でも、まあ、地方議会でもそれぞれ戦いがあると思いますが、まあ、しっかりと、戦っていくつもりでございますので、今後も、ご指導、ご連絡の方、ご支援の方もよろしくお願い申し上げたいと思います。はい、ということで、はい、まあ、今回、港区議会の選挙、僕たちの応援、田上隼人さん、そして深瀬芳乃さんの応援の方をさせていただきました。深瀬さんはね、エステティシャンということで、まあ、港区で、はい、まあ、いわゆる店長をされているということでございます。はい。まあ、はい。まあ、多くのエステティシャンということで、まあ、人のね、お話をするため、この投票されていないんですね。で、結局ですね、この繰り返し選挙というのが
ってとっても問題ないと思っております。なので私はですね、皆様の選手に一つ一つを進みたいと思っております。皆様が思っているのも堅苦しいイメージを変えていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ投票日が明日でございます。お先に変わせていただきます。あなたへのおすすめは松の郷土料理のさつまいもちょお願いします。北田さん、
はい。こちら NHK 党本候補の田上隼人と政治家の大木栄斗と深瀬義村が最後のご挨拶に参っております。 ありがとうございます。浜田さん、次にまた国会でどうぞよろしくお願いします。内藤議員とともによろしくお願いします。このツアーお願いします。ぜひぜひ。じゃあ浜田議員は次の応援先へ次の方に移動なさるそうで、まだまだ、今日の夜の8時、今日7時中できます。この作成地で本当に演説できるのは夜の8時まで、あと残りと、ね、45分ほどにありました。その残りで最後まで頑張って私たち NHK 党は、そしてデジタル48党は、この3つで最後のお願いをしたいと思います。最後のお願いをしております。田上隼人、私は政治団体 NHK 党田上隼人、田上隼人でございます。政治家女子 48 党深瀬義乃、深瀬義乃、いいですね。もうアイドルのようなアイドルグループを、ね、作っております。政治家女子48党という人はですね、松永隆がですね、秘密兵器として考えられた日本の若い女性に選挙にもっともっと興味を持ってもらって、もっと選挙に行って投票してもらいたいという願いからです。YouTube を使って日本全国から政治に出たいアイドル女子を作ろうということで、そうやって注目を集めることによって、もっともっと政治に関心を持ってもらうということで立ち上げたそうでございます。実際に、いろんな女子がいるということを、シングルマザーですとか、子供を支えている方ですとか、本当に元アスリートの方ですとか、実際そのグループの方に約10年近く人がいます。まさかにたくさん参加したいという方が増えているそうです。そういったですね、若い女性がですね、こういうふうに芸術に興味を持って、この皆さんも何とかしようという深瀬義乃のようなものがいなくて、私のように港区を落ちた26年間の港区で生活しています。というわけで、港区の応援、これにて終了させていただきます。この2人をよろしくお願い申し上げます。いいんですか。ありがとうございます。深瀬義乃さんの深瀬義乃でございます。どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。非常に盛り上がった、応援でございました。こんばんは。